谷内京介、レバー年度入庁です。京都市内にある市立高校に関する業務に携わっています。市立高校がそれぞれの特色、魅力を生かした教育活動を展開し、社会のさまざまな分野で活躍できる生徒を育成することができるように、グローバル教育や伝統文化体験等の事業の企画運営や ICT 機器など物品の整備、また教育内容の指導助言といった形で支援をしております。来年度市立高校で使用する教科書の採択業務や環境教育、図書館教育に関する業務など幅広い業務に携わっております。今年度新たに開校した開建高校という高校の開校式、竣工式に関する業務に携わったことが印象に残っております。大学、企業、地域の皆様、そして生徒、教職員など多くの方をお招きしての式典だったため、当日までの企画調整であったり当日の運営といったところで様々、苦労しましたが、生徒の皆さんの希望に満ち溢れた、表情を見て、とても自分自身やってきたことにやりがいを感じることができました。私自身学生の頃から郷土市という町に魅力を感じておりまして、現代的な都市と歴史的な伝統のある建造物が並んでいる、その融合された都市の特性というところに魅力を感じておりまして、郷土職員としてその魅力的な京都の市民の皆様の生活を支援したいという思いから志望いたしました。今は教育委員会の職員として市立高校のさらなる飛躍を支援できるような職員になりたいなと思っております。そのためにはまず自分自身が各市立高校のファンになることから始めて、さらなる飛躍を支援していきたいなと思っております。